日本の音楽展は毎年開催される連続演奏会。指揮者、熊谷博士の提唱により、優れた日本の音楽を広く一般の人々に広めることを目的として1979年に開始。演奏家自らが作品を選び、取り上げて演奏することを特色とし、毎年のべ70名前後の演奏家たちが参加している。1979年1月29日。 東京の青山タワーホールにおいて第1回が開催される。9名の演奏家たちが参加。主催者、熊谷博士はプログラム構成に当たっている。以降毎年開催され5年目の1983年より5夜連続開催、1997年1月より6夜連続で開催される。1988年、日本の音楽展10年の実績に対し、 第6回、中島健造音楽賞を受賞。1997年、日本の音楽展20周年を記念して、日本の音楽展、作曲賞を設立、第1回作品募集を実施する。以降、毎年作品募集が行われ、2008年1月までに20作品に、日本の音楽展、作曲賞が授与され、11作品が、日本の音楽展において演奏される。 2001年、随法産業株式会社、元代表取締役会長、小島一夫の寄付金により、日本の音楽展、随法賞が設立され、同志が個人となる2006年まで継続、日本の音楽展の発展に寄与した、演奏家に特別功労賞、特別奨励賞多が授与される。コンサートの開催は2012年現在で180回に、上り、延べ2004名に上る。 演奏家たちが参加、454名の作曲家による3000曲を超える作品が演奏される。また、多くの新作初演がこのコンサートで行われる。ありがとうございます。